デカカルボニルにマンガンは化学式が MN210 と表されるマンガンの作体である。この金属カルボニルはマンガンの有機金属化学において重要な主役である。この化合物ははじめ、CO 雰囲気化でマンガン溶化物をマグネシウムで還元することにより低周率で得られた。より効率的な方法は200気圧の CO 雰囲気化で無水。 MNCL2 をナトリウムベンゾフェノンケチルによって還元する方法である。安価なトリカルボニルメチルシクロペンタジエニルマンガンの有用性は MN210 の合成ルートをより低圧で行えるようにしたことである。MN210 は過強 CO 配位子を持たないため 5MNMN ごと表すこともできる。これは2種類の CO 配位子を持つ。 それぞれの MN に関して一つの CO が MNMN 結合と同軸にあり、四つの COO が MNMN 結合と直行している。安定な回転異性体は、二つの MN5 ユニットがねじれ形ハイザーのものである。そのため、分子全体の対称性は一般的でない D4D 点群に属する。MN210 は空気に対して安定な結晶性の個体だが、 溶液には、シュレンク乾燥作法を必要とする。これは、有機合成で限られた利用法が存在する。特徴的な反応としては、以下のような反応がある。このアニオンは、用途の広い吸覚剤である。これを、プロトン化すると水素化物、HMN5 が得られ、メチル化すると、MN5 が得られる。MN210 は、揮発性の金属の供給源であり、 COO の供給源である。ありがとうございます。